こんにちは。3月10日週刊仮想通貨ニュースです。はい、ここ1週間で価格に影響あったニュース他要因ですね。うん。そしてこれからの価格の予想をしていきたいと思います。はい、はい、こちら先週3日のね撮影時は8900ドルあたりだったんですね、うん、はいはいはい、はい、ここら辺ですよ、うん、でまあねこんな感じだったんで、うん、途中までねすっごい当たってね、あ1回落ち着いてからの、はい、まあ、この9380の水平ラインを目指して、はい、でまあこの4時間足雲のこととか言ってなかったかな、まあ、ここら辺が上になったんですけれども結局、うん、まあ、ここら辺向けて上がっていくんじゃないかって言ってたんですよ、はいはいはい、言ってたんです。まだちょっと右進めますよね進めますよね。でもうそれは8日までのことですよ。これ的中って的中ってもうビューティフルパーフェクト的中って言おうとしてたんですよ言えると思ってた、言えると思って8日まで俺言えると思ってほらほら、うん、この2日間の下げよ、はい、ね、もうまあ言うたら暴落ですよね。はいはいはい、うん、2日間で1500ドルぐらいか、お、うん、最安値でですね7700ぐらいか、はいはい、行ったんですね。ひどいよね。無残無残、まあちょっと的中の夢は叶いませんでしたが、うん、でございます。はい、うん、そうですね。で、うん、何がこんなに下げたのと、はいはいはい、いうことなんですけれども、うん、まずねこのビットフィニックスで5秒ごとぐらい、もう数秒ごとぐらいですね、おうおう、これ5分間の履歴をスクショを取り張ったらしいんですけれども、はい、この方がもう1000万円ぐらい、10万ドルの注文、うん、売り注文がもうダダ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 ってひたすら打たれたらしいです。1ミリ24セカンドだから24秒ごととかにね、そう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 、24秒ごと24秒前とかじゃないかな、これだから1秒ごとにどん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 いったんじゃないかな。打った、いや打たない打たない打ちたいいやでも、うん、ガガガって打ったんですよね、はい、で完全に売り崩されたというような形です。でこれを受けてですねビットメックスでもですね、はい、もう毎週言ってますけども最近、うん、ビットメックスがロスカットロスカット言って、あ、はいはい、うん、で今回もですね18000BTC 相当、ほう、うん、はい、18000BTC、はい、1504億円、54億円やったあかんやつ、ちょっと大丈夫ですか年、いやいや年ただの年やったらいいけど、ただの年、最近ちょっと言い間違いがひどいんですけど、いやいや、みんなこんなもんですここ使えますからね、いやいや、ダメやカットしてくれよ、使えますよ、カットしてくれよから言い間違い聞きたないやろ154億円ですよ、はい、うん、ね、うん、のロスカットが発生しましたということで、はい、ね、ものすごい下げ幅になってしまったということですね、うん、はい、あとプラストークンっていうウォレットサービスがあったんですけれども、はい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 、あんまりこの仮想通貨コーナーでは取り上げてないかもしれないですね、ちょこちょこ、あ、何回か出てきますね、うんうん、でまあ詐欺事件ですね、はい、中国のウォレットサービスやったんですけれども、うん、20万BTCぐらいを含んでいる29億ドルをその詐欺でみんなから集めたんですね。はいはいはい、はい、うん、なんつまりはウォレットに入れとくだけで増えていくよみたいな、うん、すっごいなこれ、でもどうやってそんなに増やすんやろうってみんな思ってたんですけれども、うん、ネズミ講方式でですね、はいはいはい、どんどん入っていって、うん、で確かに最初に入ってた人には配当が回ってくるんですよ、うんうん、でも結局ポンジスキームって言ってね、後ろの、うん、後に入った人のその申し込んだお金が前の人に振り込まれてるだけやったっていう、あのあれです、うん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 、やったっていうことですね。でこここのプラストークンからですね、うん、1300BTC 13000BTC です、ね、すいませんね、ここはカットしてください。でも、もう使いません。なんでだよなんで、気をつけます。13000BTC よ、106億円はいはい、はい、が、うん、このミキシングサービスっていうね、うん、ちょっと足がつかへんような換金方法って言ったら簡単に言えばね、はいはいはい、そこに送られたことが分かりまして、まあ、プラストークンの
資金をですね追っかけてくれてる人がいるんですけれども、こうやって図にですね、うん、表してくれてるんですけれども、まあ出ていってるよと、はいはいはい、いうことを警告してました。このサイトはね、このアカウントは、うんうん、っていうことでこれが売りにつながったと、はいはい、現金化されたということなんでね、っていうのも重なってこの2日間ものすごい売りでしたっていうことです。うん、ビットフェニックスとこのプラストークの売りが重なって、そしてロスカットもロスカットも重なって、はい、大暴落して、大暴落してしまいましたということですね、はい、で、まあ、仮想通貨界だけで理由を探すとそうなんですけれども、うんうん、今もう今週株 FX ね、うんうん、えらいこっちゃやったじゃないですか。僕も20年とおっしゃってますけど見たことない、見たことないよね、うん、うん、ことが起こってますね。そうですよ、そんなことが起こってもうショック相場になってるんで、うん、まあ、リスクオンとかオフとか言う前にもうオフ、思いっきりオフっていうことですよね、はい、だからこの仮想通貨っていうものはリスク商品なんで、うん、まあお金にフィアットに引いていってると、換金されて、ね、換金されていってるという流れがもちろんあると思います。デジタルゴールドじゃないんですか？ないんですデジタルゴールドはもっと、うん、もっと世が荒れた時、もっと世が荒れた時絶対使わないまあ、だからなんていうかな、自国の通貨の価値がどんどん減っていくような国の人にとってはデジタルゴールドなんでしょうね。なるほどなるほど、うん、というような感じで、うん、まあ連れ下げというんですかね、うん、そういうのももちろんあったと思います。はい、ということで下げてしまったということですね。で今後の動きなんですけれども、うん、ちょっとこうなるとですね、もうかなりでかい足を作りましたんで週足とかでね、はい、うん、もっと大きな目線で見ようかと、ジェミニのね、うん、チャートにしてみてましたけれど何も書いてないんでね、こういう風な中足レベルでね、こういう過去トレンド、はい、これが引けるなと、うんうん、まあ、ちょっと出てますけどね。でこっちも下もこんな感じで引けますよね、うん、ということで今ですね、まあ、ちょっと前までこの大きな三角持ち合いの上にいたと、はい、うん、で今底辺にプスッと刺さって帰っていってるというふうには見えるわけですね、うんうんうん、なんでこのまま、まあ、どっちかいうとガガッと割れていくっていうよりはこの中で詰まっていくんじゃないかと、はいはいはい、うん、まあ、どっちかにそのうちブレイクするんですけどね、うんうん、でもこの中を移動する可能性の方が高いんじゃないかなというふうに考えております。で今後の動きの予想としてはですね、基本的にはこういうふうに三角持ち合いの中を移動するんで、うん、下行ったんで一回反発して上に行くと、はい、上辺まで行くんじゃないか、9200ぐらいまで行くんじゃないかっていうことですね、うん、で半減期で上抜けをしていってくれたらいいなっていうふうに思いますね、まあ、長期ではね、うんうん、でこれ CME の先物ですけれども、はい、うん、かなりのやっぱりでっかい窓が開いたんですよね、うん、でこれも、まあ、埋めに行くんじゃないかなと、うん、BTC の先物っての窓埋めってほとんどやられているんで、うん、窓埋まなかったことないんで今埋まるかどうか分かんないですけどね、そのうちやっぱり埋めに行く流れにはなるんじゃないかなというふうに考えてます、はい、なんでここを埋める動きが出るんじゃないかなっていうふうな期待でロング入ってもいいかなと思ってますね、うん、まあ、言うてもこれも週足ですけれども、まあ、下降トレンドなんでね今もうすでに、はい、うん、この上昇トレンド終わってるんで、うんうん、まあ、このチャンネルのね上昇トレンドは終わってるんで、まあ、ここにはあんまり逆らない方がいいと思うんですけれども、まあこじつけですけどね、これ 1,2,3,4,5 の ABC と、うん、今 C あたりみんな、まあ終点わかんないですけどね、エリオット波動ですね、うんうん、エリオット波動ね主語抜けましたね、いやいやいや、あの僕が言ったことにしといてください編集で入れ替えといてくださいね、ここからね一歩が始まっていくっていうような夢を描いたりね、うん、してますよ、うん、ということで、うん、まあ、来週ね株とかね FX とかまた分からへんけどね、まあ、上に一回行くんじゃないかというふうに僕は考えております。はい、うん、ちょっともう来週外したらやばいですよね。やばいですよね、うん、え、いや 何楽しそうにしてんの何楽しもう来週外したらゆいちゃんの予想になってくる5000万用意してください。もうそうだよ、5000万でやってもらいますよ。
やっとやつよ、ちゃんとすよ、やってまいりまして。どんな言い方や。いやいや、やりませんよ、やりませんよ、そんなもの、うん、ね、ここら辺の週足のマクリとかにね従っとけば今もね爆撃取れてるんですけどね、ここら辺も僕はそのオシレーターを疑ってしまったためにですね、ここ2月15あたりからずっと売りで入っていくこともできたわけですね、はい、これね今週足マックリーがねデッドクローしたんですよ今。おお、で週足マックリー一応ねここ1月20にゴールデンクロスしました。でこうやって上がってきますよね、価格も上がってきますよね、でここの勢いが減衰したこの、まあ、この暴落なんですけれども、まあ、ここでやったり一応ね、まあ、週足だけでやったら利益取れてないかですけれども、まあまあいいサインと僕は考えてるんですよ、前も言ったけどね、それドル円の時言ったんかなっていうので、ここで、まあ、このままでドクラスするかどうか分かんないけどね、まあ騙しで帰ってくるかもしれないけれども、これもちょっと頭に置いておくべきかなと、ここからまた潜るっていうのはねこともあるかもしれないっていうには一つ頭に置いておくべきかなというふうに考えております。じゃあどっちですか。だからあれですよ、短期これ週足なんで、うん、日足で言うとこれ赤、はいはい、赤上げていくということで、そうですそうです、まあ、ちょっと落ちすぎたんでね、やっぱりこれで利か もちろんショートで入っている人もいるわけで、でその人たちの利確は入ると思いますね、ある程度ね、まあ、このショック相場に予想させるってちょっと何なんですか、ちょっとパワハラやと思う。いやいや、あなたのコーナーやから、あそうですか、自ら進んでやってもらえることなんで、パワハラも何もないですけど、やらされてる感がすごい。ね、一応ね、そういう予想にさせていただきます。はい、はい、で外れた5000万円チャレンジ、なんでやねん。いやいや、ノーノーノー、ないですないです、ないです、そんなことはないです。はい、インド中央銀行は違憲。はい、おこれね、うん、このちょっとちょっとねこっちの湧いてた時ね、うん、にこのニュースがあったんですけども、4日ですね、インドの最高裁がインドの中央銀行、うん、RBI の仮想通貨取引所と、まあ、銀行、まあ、付き合いお付き合いしてあかんよと、はいはいはい、いうようなことを条例として出してたんですけれども、うん、それを最高裁が違憲やって言ったんですよ。おめっちゃポジティブでしょ、はい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 、だからこれにてですね、もう、うん、まあ、インドの取引所ってインドの人たちが自分たちの銀行を使って入金とかできなかったわけですよね、中央銀行が今まではダメって言ったからね、だから銀行と取引所止められとったから、うん、条例で止められてたのが送金できるようになったわけですよね、うん、これでもものすごいその資金が増えるやん、インドって人口めちゃめちゃ多いからね、はい、世界2位なんでね、うん、っていう風になりました。おちょっとプチバブルになりましたっていう状態ですね、はい、でこれはバイナンスの、まあ、子会社があるんですけれども、子会社というか提携したんよね、うんうん、ちょっと中間仮想通貨ニュースでも扱ったことがありますけれども、ワジアール X っていうのかな、お、うん、っていう会社を祝福してます、うん、インド中銀は諦めない、はい、お諦めないませんでした、はいはいはい、あの最高裁って基本的にはそこで終わりじゃないですか、うんうん、そこに再審を求めてますこの件について。お、うんうん、だからこの判決によって、うん、銀行を高いリスクにさらしてしまうんじゃないかという言い分でですね、はい、この中央銀行が再審を求めたということですね。お、うん、なんでやろうね、そら自分たちのやりたいように、そうやね、立憲とかね、そういうやつかな、うんうん、ですね。だから一応インドもうすでにねこの時点で2日ぐらいしか経ってないんですけれども、この、うん、情報が流れてから最高裁の審議からこの再審を検討してるっていう情報まで2日ぐらいしか経ってないんですけども、送金がね行われてるわけですね、この間もう一件出たからね、そうですそうです、はい、いけるっていうことでもうどんどん取引が行われるようになってたんですけれども、うん、再びインドにまた危機感がちょっとだけ高まってるということですね、まあ、はい、一応はないらしいんですよ、再審すぐに再審して、うん、で結果が覆るっていうことはまあ、まあ、まずないらしいんですけれども、うんうん、まあ注意が必要だということですね。なるほど、これでもしやっぱりダメってなったらですね、うん、
うん、仮想通貨の価格にも影響を与えると思いますからね。はいはい、うん、というところは若干注意していきましょうっていうぐらいの話ですね。今までの歴史を振り返って中央銀行に銀行って買ったとこは一個もないですけど。ああ、最高裁でさえも。おお、わかりました。そんな話。歴史を振り返っていた時に。そうだよね。中央銀行には勝てないよね。中央銀行ガチで切れたら、うん、なんとでもできるから、うん、どんなある意味どんなことでも落とせるじゃないですか。ああ、そうですね。うん、うん、どうなるんでしょうね。最後投げた。はい、ということで、うん、ちょっと揉めるんでしょうねしばらく。まあそうですね、うん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 、揉めてどうなるかっていうことですよ、うん、引き続き注意していきましょう、はい、ということですね、うん、はい。これなあ、もう下降トレンドやからな、下向きでいいんちゃうの俺。なあ、ちょっともう自分を信じられないから最近弱っ。ねえ、そんなトレンドなんか自分なんか信じない。信じてあかん、どっちか言うと。うーん、まあまあ、いやで、ここまではビューティフルかもしれんよ、うん、うんうん、ね、そっからの判断はもうそれぞれに任せます。ね、ここまでどうせこんなとこまで持ってる人おらんでしょ、こんだけ上がったらね、ここら辺から、うんうんね、ここら辺で、まあ、トレールみたいな感じで、まあ、ロスカットじゃないな、もう利確しておけば利益出てるだけの話なのかな。ええやんか、予想を外したことより言い訳が一番見苦しい。なあ。確かに。いやいや、男らしく潔く受け止めなさい。わかりました、わかりました。はい、来週はビューティフルに当てていきますから、ね、はい、はい、では今後もですね、仮想通貨に関するさまざまなニュースとかチャート分析などをお届けしていこうと思いますので、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録をお願いいたします。メルマガも登録お願いします。この動画がいいと思えた方はぜひ、応援の意味を込めていいねボタンよろしくお願いいたします。動画説明欄の方にこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。今日はなんかいつもと違って女の子らしい服装。そうなんです。お、どうした、可愛らしい系っていうのか、あのね、うん、女子を楽しもう2020なんで。いやいや、そんな初めて聞いた。今までこれらそれ感じてなかったのは。あ、最近指導し始めました。あ、なるほど、そうそう、なるほどね。女子を楽しもう2020。そう、よく気づいたね、その変化ね。いつもと服の感じよやん。そうそう、でもその服はあったってことでしょ、もうすでに。あったんですけど、うん、なんかそんなに好んできてなかった。ああ、そうそうそう、女子っぽいからちょっと違ったんでね。うん、どう、ええやん。ほんまに、どう、え、どう、ほんまに、ほんまにね、うん、何年も一緒にねこうやってやらせてもらってんのに、うん、七節さんから私に対してなんか可愛いねとかそういう言葉をなんかもらったことがなくって。ああ、どうせ奥さんに言ってないでしょ。ひどい人やね。え、奥さんに言ったことある？結婚付き合ってから。何やねん、付き合う前言ったやろ。こんなコーナー嫌だ。こんなコーナー嫌だよ。まだ続くのこれ。というわけでチャートは読めるけど女心は読めない七節さんでした。